宮城の部屋宮城の部屋は日本相撲協会所属で伊勢ヶ浜一門の相撲部屋。高島部屋に所属する横綱、吉羽山が1958年1月場所限りで引退して1代年寄り吉羽山を襲名すると同時に自身が主催する吉羽山道場を創設する。1960年に名跡変更を行い8代宮城のを襲名。 部屋名が宮城野部屋に改称された。八代は関脇、妙豚に家、道のく嵐、小結、広川など数多くの関取りを育て上げた。1977年11月に八代が逝去したため、同年12月に部屋付き親方である十代当館が九代、宮城野を襲名、部屋を継承した。1980年9月には東京都墨田区横網から、 道区緑へ移転した。九代は、先代の弟子から、幕内、畜養山や港流などといった石取りを育て上げた。1989年6月に九代が急成し、部屋付き親方である十代中川が十代宮城のを襲名、部屋を継承した。十代は、先代の弟子から幕内、三森や十両、若早と自身の時期弟子からは、 モンゴル出身の白鵬を関取として育て上げた。2004年8月26日に北の海部屋の金近が9代宮城の未亡人と養子縁組を行った後にその次女と結婚し、同時に現役を引退して11代宮城のを襲名して部屋を継承。それまで師匠を務めていた10代は15代熊が谷を襲名して再び部屋付き親方となった。11代が 師匠に就任していた時期には、白鵬が横綱へと昇進しているほか、先代からの弟子である、モンゴル出身の竜王が関取へ昇進した。2007年5月に、11代宮城野が、知人の女性に対して、2006年7月場所で、横綱、朝昇竜ら4人に、計900万円を支払って、白鵬に勝たせるよう依頼したと語ったという内容の、記事が後段者。 週刊現代に掲載され、ウェブサイトでは11代宮城野のものと思われる音声の録音が公開された。日本相撲協会は名誉毀損として週刊現代を訴え、その裁判自体は協会側が勝訴したものの11代宮城野の言動が協会の品位を傷つけたものであるとして2010年12月24日の理事会において11代宮城野に対して 師匠の交代を勧告した。11代宮城野は勧告を受け入れ、12月27日に15代熊が谷が12代宮城野として再び師匠に就任し、11代宮城野は入れ違いに16代熊が谷を襲名して部屋付き親方となった。2012年9月場所には大気峰が新十両へ昇進し、12代が師匠に再就任して以降では、 初となる関取が誕生している。2015年9月10日、部屋の耐震構造上の問題を理由として、墨田区緑から道区や広へと新たに移転した。2015年9月2日、16代熊が谷が自身の付き人を務める男性を金属バットで殴打して、全治約2週間の怪我を負わせたという傷害容疑で、警視庁に逮捕され、 同年10月1日には、教会からの解雇処分を受けた。2016年12月13日には、12代と、初土俵が同期だった13代高島が、置いて風部屋より転属して部屋付き親方になり、2020年7月13日には、15代中川の懲戒処分により閉鎖された中川部屋から、力士一人と世話人の白宝さんが転席した。2021年1月5日、 日本相撲協会は宮城野部屋所属の横綱白鵬が新型コロナウイルスに感染したことを発表した。4日に嗅覚異常があったことから医療機関にて受診。PCR 検査で5日朝に陽性が判明した。白鵬は協会に家族とトレーナー、付け人にしか会っていないと話しており、保健所の指示に従って入院。相撲協会は5日に師匠の宮城の 宮城の部屋所属力士、部屋関係者らの PCR 検査を行ったが、検査結果は、全員が陰性であった。しかし感染者の濃厚接触者に該当する、可能性があることから、白鵬だけでなく、部屋に所属するすべての力士と12代宮城の行事1人、床山1人は1月場所を休場することになった。5日に入院した白鵬は13日に退院。覚以上や、 その他の症状も改善しているという。2021年9月1日、所属の北青鵬が、風邪の症状を訴え、PCR 検査で、新型コロナウイルスに感染したことが判明した。部屋所属力士全員の検査を行い、全員陰性の結果が出たが、複数人の力士が体調不良を訴えた。同月5日、教会委員全員に対する PCR 検査により、 幕下以下の力士一人の感染が判明し、宮城野部屋は9月場所は、全休措置となることが発表された。なお、13代高島、行事一人、呼び出し一人は部屋に出入りしていなかったため、9月場所には出場するという。伊勢ヶ浜審判部長は、基本は、末置きという形でずっと来ていますから、加味しながらですね、決めていくんじゃないですかとの見解を示し、 幕内と幕下対下で据え置き、重量は1枚効果の、措置が取られた同年1月場所の方針が踏襲される、見込みとなった。横綱関分け小結び前頭も、ともとは、明治時代に創設された部屋で、大正時代には横綱、大鳥を育てた。1916年5月、大鳥が2枚観察で7代宮城の襲名。1920年5月場所限りで現役を引退。 年寄り千人となって宮城野部屋を継承し、幕内、小賀の裏などを育てたものの、1956年11月に、逝去したために部屋は閉鎖された。この時在籍していた7代の娘婿である幕内、福野里は、高島部屋へ移籍した。ありがとうございます。